ちえぼちか。テレビアニメパパの言うことを聞きなさいで高梨空を演じております上坂すみれです。この番組はテレビアニメパパの言うことを聞きなさいのラジオ番組です。ですね、まあ大佐のラジオ語を置いといてですね、私2月5日に秋葉原ゲーマーズ本店ミュージアムの1日店長をやってきたんですよ。それでですね、その感想を送ってきてくれた方がいるのでお読みします。お名前リオンリタさん、ありがとうございます。パパショーパパショー初投稿です、ありがとうございます。いきなりですが上坂さん、秋葉原ゲーマーズでの1日店長お疲れ様です。14時の部に僕も参加しました、ありがとうございます。上坂さんとは同い年で成人式お疲れ様でしたとパパキキラジオ聞いてますというお話をしました。覚えていますか？覚えていたら嬉しいです。覚えてますよ。もうさてさて、1日店長になって上坂さんに質問ですが、店長になった面白いエピソードを教えてください。そう、面白いエピソードですか？大して面白い店長ではなかったんですけれども、1日店長って面白いことしなきゃいけないんですかね？そんなことしたら本当潰れちゃいますからね。堅実に、なるべく店員の邪魔をしない空気のような店長を目指して頑張りましたけれどもね。あ、でもこう皆さんとお話できたりしてすごい面白かったです。こういつもツイッターとかでこうお世話になったりお便りをくださってる方のお名前とかを聞いたりですね、あ、この方がこの人だったんですねっていうことがですね一致したりして、あー、なるほどって思ってすごい楽しいひとときでした。どうもありがとうございました。ですね、じゃあさっきのロシア語の解説に戻りますけど、カカヤクラシーバヤジェバチカ、なんて可愛い幼女なんだってやつなんですけれども、このジェーバチカっていうのがミソなんですね。ジェーブシカっていうのが娘さんっていう意味のロシア語で、これがジェーブシカがジェーバチカになるとお嬢ちゃん、まあなんかお嬢さんがちっちゃくなったやつなので幼女に当てはまるんですね。これなんかですね、辞書引いたら厳密な年齢制定基準があって、確かなんか12歳とか13歳までしか使えないらしいんで、まさしくこうね、あの方にジャストな年齢なんですけれども、そういうことで、はい、あの年齢がジャストな佐古俊太郎役の真島淳二さんが今回ゲストにやってきてくださいます。やりましたね、ジェーバチカが大好き、もうジェーブしかなったら興味がないらしいですからね。はい、そしてですね、もう一つ今回はパパキッキ掲示板のコーナーにバンダイナムコゲームスの水俣プロデューサーもお招きして、4月26日発売予定のゲームでもパパの言うことを聞きなさいのお話を伺っていきます。今日は豪華でございますよ。それでは始めていきましょう、パパキキラジオ、最後まで私の言うことを聞きなさい。パパキキラジオ、改めましてパパ賞、上坂すみれです。それでは本日のゲスト様をご紹介します。佐古俊太郎役の真島淳二さんです。ラジオの前の幼女の皆さん、こんにちは。佐古俊太郎役、真島淳二です。ありがとうございます。よろしくお願いします。もうのっけから幼女なの？じゃあ幼女以外の佐古さんって何かあるんですかね？ない。ないね。それは致し方ないですね。キャラクターだからね、あくまでもね。俺じゃないからね。いや、もう存じておりますよ。でも、真島さんって言ったら私の中では神奈月の巫女の相馬くんなんですよ。ありがとうございます。あの作品が大好きで。なんか随分違う役ですいません。いや、とんでもない。もう、だから実際に聞いたらびっくりしました。そうですよね、あれ、相馬くんじゃなかったっていう。でも、佐古さんは佐古さんで本当に面白い方っていうか。そうね。ね、面白い方だよね。面白い方だし、でも、ギリギリ法律には引っかからないんですね。うん、そうだと信じたいよね。そうですよね。うん。ちょっと愛が行き過ぎると危険な匂いがするけどね。そうですね。うん、もう、
それのいいこと全部真に受けてたらね、お縄になっちゃいますよね。可能性は高いですね。そうですね。いやでもそんな彼ですけど、もうサークル、はい、露見を担っている、うん、立派なリーダーなんですよね。そうね、会長だからね。はい、じゃあ、佐古先輩についてディテールをお話ししていこうと思うんですけれども、はい、ゆうたくんの属する、路上観察研究会、うん、通称露見の会長でいらっしゃいまして、はい、そうなんですね。何度留年を繰り返してるのか不明で、年齢不詳で永遠の3年生というわけなんですけれども、うんねえ、そうなんだよね。小島さんからの印象っていうのはどんな感じですか？うん、全てが不明です。そうですね。うん、全く私生活も浮かんでこないですね。そうなんだよね。そもそもね、うん、俺一番初めから佐古さんで受けたわけではないので。はあ、うん、どなたで？初めはユータで受けたの。ユータで。オーディションをユータで受けたら、はい、なぜかその一次オーディションがあって二次オーディションってあるでしょ？はい。二次オーディションでなぜか部長で帰ってきて、あ、会長で帰ってきて。はい。あれ？つって。あれ？なんか太って帰ってきたと思って主人公が太ってしまった。すごい超絶びっくりして、スタジオにしかも朝一かなんかで呼び出されて、朝から太った役をきっと決まらないだろうと思っていたのよ。さすがに体格も違うし、こうたくさんこう作る作業をしないとできない役なわけじゃない。はい、やっぱ本当に太ってらっしゃる方の方がうまいんだろうなと思ってて、こうできることは最大限やって帰ろうと、つって朝から、死ぬほど頑張って帰ったらなぜか決まってしまい、おー素晴らしいこんなことになってしまいました。よかったではないですか。本当に良かったですけどね、今までやったことないタイプの役だったんで、そうですね、他にもう想像ができないです、佐古さんの声はね。ねえ、だってそう言っていただけるとね、本当にもうなんかいろんなところに肉がつきまくったようなお声をまあそういう声作ってますからね。すごいですね。ちょっとこれは全国のあの佐古さんファンはたまらないと思うんですよ。いいの佐古さんファンって。えいるんですかね。いや、各家私はこう原作読んでて、佐古さんすごいこう重要な役で、はいはい、後々すごい実はこう気が利く人で、そうね、ゆうたくんを何度もサポートしてくれるっていうことで、すごい再評価したんです、私は。あ、でもやっぱり再評価なんだよね。そもそもの評価低かったってことだよね。多分みんなそこからマイナスのところから始まって、こうあ、すごい実はいい人だったっていうところで、かなりこうね、飛び跳ねるんだと思います、評価がね。そういうことになるといいんだけどね。いやー、もう皆さんね、多分アニメを見始めた人は多分びっくりされる方多いと思うんですけれどもね。アニメじゃ評価は上がらないんじゃないかな。なんか活躍しましたっけ？活躍し、なんだろうね、まあ、ある意味すべての出番が活躍なんだけど。そうですね、もう一言一言が光を放ってますからね。そうね、あんなに音響監督に絶頂って言われる現場ないよね。なんかライカさんにすごいぶちまくられるんですよね。そうそうそう、あんなに若いお嬢さんがいっぱいの現場でいい大人が絶頂を迎えてくださいって言われるあの気持ちだよね。そうですね。いやでもそれに全力で応える、真島さん、それは全力で応えますよ。素晴らしいです。もう何一つ表情を変えないでマイクの前に立たれる、なんていう素晴らしさ。もううろたえてしまうと自分の心が壊れてしまいそうでね。なるほど。こう脆さを露呈させないために、そうそう、ちゃんとこう佐古さんを演じるために、あ、すごい鋼の心ですね。己を律しているんですよ。素晴らしい。すごい、佐古さんを演じるにあたってそんなにこうなんでしょう、何重のもこうね、なんでしょう、気候、ね、気候を重ねてこう熱い装甲をまとってね、こう赴いてたんですね。そういうことらしいですね。はい。真島さん宛にたくさんお便りが届いてるので、はい、読みたいと思います。ありがとうございます。お名前、変態紳士さん。お、うん、仲間です。はい。上坂さん、そして、ゲストの、マージー、こんにちは。こんにちは。こんにちは。すごい。気合入ってますよ。そうですね。僕は、真島さんファンなのですが、真島さんが佐古先輩の中の人だということに気づきませんっていうか、マージーは変態キャラが上手すぎて聞いていて面白いです。どういう意味や。すごいですよ。佐古先輩といえば変態、変態といえば変態紳士、変態紳士といえばマージーということで、佐古先輩ボイスで、ニーソに対する熱い思いを語っていただけると嬉しいです。なるほどね、嫌です。気持ち悪くなっちゃうでしょ。俺が心までは触ってないと
ことですよね。そう、変態的なことを言うときは変態的な言い方をしちゃいけないんですよ。ああ、なるほど。より危険な人間になってしまうから。悪い相乗効果が。そういうお縄になってしまうからね。そうですね。いやでもこの場所ならお縄になることはないかもしれないですけど。いやどうだろう、仕事なんです仕事なんですって警察の人は聞いてくれないかもしれない。そうですね、誰も助けてくれない。だって俺の思いを語ってるだけだから。それはダメだと思う。そうですね、うん、あそれはぜひともあの情報規制が厳しいということで。はい、変態審査残念でしたね。はい、愛だけ受け取らせていただきます。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、あのではもう一つご紹介いたします。はい、お名前アンドロメディアさん、ありがとうございます。ありがとうございます。真島さん待ってました。本当に。佐古先輩はかなり危ない雰囲気がプンプンしていますが、やっぱりそのキャラを演じている真島さんも危ない男ということでよろしいんですか。かっこ笑い。真島さんの危ない趣味などありましたら教えてください。この番組っていうかさ、この番組のリスナーさんは俺をどうしたいの。暴露させたい。そういうイメージにしたいの。本当はそんなことはないんですよね。そんなことはないと思ってますよ僕は。そうですよね。俺危ない趣味ってなんすかそもそも。ここぞとばかりにこういつも隠していたものをさらけ出せと言わんばかりに。隠してることあんまないんだよね。ほとんどブログで書いちゃうから。あ、なるほど。危ない趣味、危ない趣味ってでも、ね、危ない趣味って何何ですか、ね、何が危ない趣味に該当するの。え、だってあのお縄になっちゃいけないんでしょ。お縄になっちゃいけない。危ない趣味って何。ええ正解がわからないんだけど。人の飼ってる犬をこっそり取るとかそういうことですか。それはもうね犯罪だよね。あ、そうですか。取ってる。そうですね、盗撮に当たりますね、うん、そうだよ、うん、なんでしょう。ないんじゃないかな。わからない、本当にわからないです。危ない趣味、お餅を限界まで口に詰め込むとか、うん、そういう感じですか。それが趣味だったらあのその人の命的な意味で危ないけどね。そうですね。で危ないには当たりますけど。そうだね、どの危ないには。ちょっと意味合いがずれてきちゃった気がするね。そうですね、うん、真島さんお餅食べれますか。お餅食べれますよ、好きですよ。羨ましいです。私食べれないの。こう詰まるのが怖くてあんま食べれないんですよ。あー、でもそんなこと言ってたら食べられない食材めっちゃいっぱいあるんじゃないの。いやでもやっぱお餅はこうなんかお餅だけ特にそうなの。そうなんです、こう年末年始事例が多いじゃないですか、そういう。まあまあよく聞く事例ではあるけどね。それを聞くたびにお餅食べるもんじゃないなって思って食べないんですけれども。上手に食べればいいんじゃないかな。細かく切った方がいいんですかね。まあ切ってもいいだろうし、ね、よく噛んでみたり。ちょっと雪見大福ぐらいから始めないとちょっとダメかもしれない。雪見大福ならセーフなのかな。何でしょうね。よくわかんないけど。もうちょっとあるのでお便り紹介しますね。はい、お名前かなへびぬえさん、ありがとうございます。すみぺさん、まじまさん、ズドラストビチェ、ズドラストビチェ。お、なんだかよくわかんないけどこんにちは。あ、はい、ロシア語のこんにちはなんですね。はい、これあ、よかった、こんにちはってた。そうなん、あ、わかんないかも、こんにちはってた。素晴らしい鋭い感ですね。ありがとうございます。毎回受験勉強の息抜きにパパキキ見てますよ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。まじまさんは三姉妹の中で誰が好きですか。こういうのって絶対聞かれるよねこれね。 そうですね。三姉妹の中で誰が好きかむずいよね。難しいです、うん、私も答えにくいです。ちなみに誰、誰がいい。一人やってるからあれだけど。いやもう私こう日によって変わっちゃうんですよ。日替わりなの。じゃあなんかこういつもはこうやっぱりひなちゃん見てて可愛いし、うん、話してみたいなって思うんですけど、うん、こうすごい心が塞いでる時って、うん、私なんかにひなちゃんが育てられるわけがないって思って諦めて。あこうそこまで考えちゃう。そうなんです。もっとライトな感じの好きとかではダメなの。こう誰が好きって言うに当たってもう全ての責任を取るぐらいの勢いで。そうです。あ、じゃあ真島さんもそのぐらいの勢いで行ってみてください。そのぐらいの勢いだったら全員嫌だ。嫌だ。独り立ちしてる人がいい。なるほど、うん、じゃあゆうたくんですかね、誰ですかね。そう、独り立ちっていう意味で言うと二村じゃないかな。あー、もう彼は本当一人でも生きていけそうですからね。絶対一人で生きてくるでしょ二村は。そうですよね、本当に、うん、なんか一人で生きてるより人と関わってるから面白いからみんなにちょっかい出してるみたいな感じでしょ。そうですね、彼こうなんかいつの間にか降っていなくなってそうで怖いですよね。まあそういうこともあるかもしれないけどね。ねえ、佐古さんとはちょっと同居してみたいですか。佐古さんと、ね、夏はやだ。物理的、うん、そうですかね、うん、なんか、あの8月ぐらいの国際展示場と同じ匂いがしそうな気がして。いつでもコミックマーケット状態ですね。
ちょっと嫌かなと思って。冬ならまだギリかな。あったかそうですね。あったかそうですね。陶芸いらずですね。でもその温まり方もどうなのかっていう気もする。いや、多分、佐古さんと喋ったらもう一気に、気温が上がっていいですね。そうね。でも佐古さんって多分、部屋が汚い気がするんだよね。え、でも、え、意外と。あんまり整理整頓とかしなさそうじゃない？え、こう、びっしり、こう、物がびっしりあるけど、きちんと並んでそうじゃないですか、うん、なんか、でも、いや、佐古さんだけにしかわからない配列で並んでる気がするのよ。あ、確かに。この山の下にリモコンがあるみたいな感じですかね。みたいな、そうそうそう。ああ、確かに。俺、そういうの我慢できないタイプだからダメだと思う。几帳面なんですか？そうだね。昨日も普通に掃除とかしてたしね。あら、うん。掃除は週に何回するんですか？週に何回とかじゃない。気になったら。ええー、あ、ごめんなさい。謝られた。なんで？私、気になっても気にならなくても掃除あんまりしないし、その使うところしか片付けないし、こう、もしかしてこのタンスの裏とかも時々ちゃんと掃除機かけるんですか？ああ、やるときあるよ。申し訳ない。なんだろう、悪いことをした気がしたな。うん、この話やめよっか。すいません。掃除はちゃんとしようと思います。はい、はい、番組では皆さんからの便り募集しております。メールアドレスはパパキキアットマーク響きハイフンラジオドットジェイピー、パパキキアットマーク響きハイフンラジオドットジェイピー、パパキキの綴りは PAPAKIKI です。お便りはメールフォームからも送ることができます。たくさんのお便りお待ちしております。それではここで一曲お聴きいただきましょう。2月22日にこの曲も収録されたニューアルバム秘密が発売になります。パパの言うことを聞きなさいエンディング主題歌、堀江由衣さんでカラーリング。姉妹のパパとなる瀬川優太くんはまだまだパパとして半人前です。そんな優太くんにもっとパパらしくなってもらうため、このコーナーでは世間一般のパパとは一体どんな感じなのか、パパあるあるを勉強していきます。今回はパパがかっこよく見える瞬間はというテーマでお便りを募集しておりました。ここで質問があります。はい、真島さんのパパどんな方でしょう？そうですね、うちのパパっていうのがまずもうこうなんかむずがゆい感じがするんだけど、我々世代はパパっていう言い方はなんか金持ちのお嬢さんとか、そういう人とかがしてたのよ。え、なんて呼ぶんですか？え、お父さんとか親父とか。ああ、なるほど、うん、もっと和風な言い方ですよ。親父ですか、うん、とかですよ。なんか親父って文語な感じがしますね。そうかな。いや、なんかもう今もう私が結構女子校にいた時期が長いからかもしれないんですけど、うん、親父っていう人が全然周りにいなくて。あ、女子校ならあんまいないだろうけど。そうですね、うん、いや、なんかほんと紙の上の言葉だと思ってましたけど、親父って言うんですね。いや、でも男の子は意外に言うんじゃないかな。そうですか、うん、そんな気がしますよ。じゃあ真島さんの親父はどんな感じですかね？うちの親父はね、あの子供に興味がない人でした。あら、うん、ほっぽる感じの。そうね、結構放任主義で。へー、
うん、夜遅くても帰るのか遅くても怒らない感じですか。あでもなぜか放任主義だったのに俺が真面目だったから遅くなることがなくて、なんと、うん、そういうことで怒られた経験はないですね。じゃあ昔から真面目だったんですね。そうですね。ってことはもう今俺真面目に見えてるってことだよね。いやもう少なくとも私にとってはいやだって掃除もしますしね、いっぱいね。そうですね。まあでも本当に真面目だったらこの仕事目指してないと思うけどね。あ、そうですかね。本当に真面目だったら何になるんですかね。公務員とかじゃない。ああ、でもなんか堅実なとこに行くと真面目な人が公務員になったらちょっと息が詰まって働きすぎてどうにかなっちゃいそうじゃないですか、ね、どうだろう ね。でもそんなこともないと思いますよ。そうですかね。それなりの楽しさをきっと見つけて。そうですね。人生喜びがいっぱいありますからね。そうそうそう、道が違っただけでいい人生を送るんじゃないですかね。いやーそうですね。なるほど。いやそんな中でパパがかっこよく見える瞬間っていうのを皆さんから募集してたんですけど、行ってみましょう。ねどんな瞬間が見えるんだろうね。なんか最近はお父さんが邪険にされるイメージが強くて。ねえ、ね、どういう瞬間があって。お父さんの権威が下がってますからね。なんか気になりますね。はい。ではお名前新一さんありがとうございます。上坂さんパパ賞パパ賞。早速お題のパパがかっこよく見える瞬間はですが。自分は車の運転をしている時だと思います。数年前のことですが、赤信号を無視して交差点に突っ込んできた車と事故になりそうな時にとっさの判断とハンドルさばき、助手席に座っていた自分を運転席側に寄せて守ろうとしてくれました。これは素晴らしい。おい、それはかっこいいね。かっこいいですね、うん、何かを操縦している男の人はかっこよく見えますね。確かに、まあ、それはあるかもね。やっぱりその働いてる姿に通ずる部分があるというか、はいはい、何か作業をしてる時っていうのはすごくかっこよく見えますからね。そうですね、はあ、でもこんな事故になりそうな時にとっさの判断とハンドルさばきで、ね、これがすごいよね。事故の時にちゃんと対応できるっていうのがすごい。ねえ、こうなんか、わーとか叫ぶだけじゃなくて冷静に対処するっていうのが、いや昔からいざという時にパパはかっこいいもんですね。そうそうそう、そういうとこ見せられるとかっこいいよね。そうですね。いやそういう親になりたいものですよ、本当だよ。まって、はい、では続きましていきましょう。はい、まったりさんありがとうございます。パパがかっこよく見える瞬間ですが、スピーチをしている時です。スピーチ、まあ、うちの父は秘書室の長をしている。もうその段階でかっこいいけどね。ね、もうその時点でパパかっこいい。もう勝ち組じゃんそのパパ。そうですね。もうこの時点でだいぶかっこいいんですけれども、ね、何かとスピーチをする機会があるんですけれども、はあ、その練習をしているところを見ているときかっこいいなと思います。かっこよさに満ち溢れてますね、このパパは ね。 そうね。でもやっぱり仕事絡みなんだね。ねえ、うん、確かに。かっこいい瞬間って、いつも喋ってるパパとは全然違うパパが見れるということで、うん、そういうことなんだね。なるほど、うん、確かに。いやー、そんな姿は見たことないですけどね。そうね、なかなかね、お父さんが家でスピーチの練習してる瞬間なんかないからね。そうですね。 お父さん何やってんのってなっちゃう。確かに。そういうのね、うん、結婚式のスピーチとまた違うわけじゃない。だってお仕事でもスピーチで、ね、そうですね、種類が違うから、こう商品の説明とかしてるわけですよね。そういうことだよね。こう障子にパワーポイント落としたりするわけですよね。ああ、まあそこまでやるかどうかわからないけど。なんですかね。いやー、でもこのまったりさんのお父さんだいぶ、多分かっこいいよね。この最初からだいぶかっこいいポジションではあるんですけど、ね、ますますかっこよく見えますよ。すごいね、本当にかっこいい人しか来ないんだね。そうですね、だいぶ厳選されてますよ。、ね、このコーナーに来る方。次、かざまつりこねこさんありがとうございます。上坂さんパパ賞パパ賞。パパがかっこよく見える瞬間を考えてみましたが、自分にできないことをやっている時ですね。重い荷物を運んだり、近所のお祭りで花火を開けていたり、そういう時が一番かっこよく見えると思います。なるほどね。あー、自分にできないこと、なんかでもさっきまでの話と比べるとこう一般的というか身近な話になった気がするよね。そうですね、うんうんうん、どんなことでしょう、自分にできないこと。まあでもその例に書いてあった通りのことだと思いますけど、なんかかっこいいなって思った瞬間ありますか、身近で。はい、うちの親父はだって俺らに興味なかったから。あ、そういうものも見なかった。あんま見なかったよね。はあ、本当ですか、うん、そうね。こうなんか孫できたらメロメロになってたけどね。あ、本当ですか。あの姉がいるんだけど、はい、姉の子供ができたらなんかたまに実家に帰ったら、おー、ジュン見たか、名古屋出身なんだけど、おー、ジュン見たか、超可愛いぞとか言われて、
何があったのと思って。じゃあなんか退役軍人みたいな感じなんですかね。こう戦争に行ってて全然見なかったけど見なかったけど、こう孫ができたら、あ、こういう優しい人だったんだなみたいな。まあなんかあるんでしょうね、気持ちの変化とかがね。そういう感じかもしれないですね。あんまだからかっこいい瞬間っていうのは見たことない気がしますけど。なるほど。いやでも自分でもあれかも、あの蛍光灯変えたりとか、あのケーブルの配線やったりとか、はい、そういう時はなんかかっこいいなって思ったかもね。機械に強いですね、そう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 、お父さんね、うん、いやでもこうテレビをこうバンバン叩いてる時は心配になりますけどね。あ、なんか古式ゆかしい直し方だねおばあちゃん式の直し方なんですよね。いろいろあるもんですよ、ね、本当だね。続きまして、あ、腹黒紳士さん再びもう佐古さんが来ると来て嬉しくてたまらないんですよ多分ね。よかったですね、上坂さん、ズドラストビッチェ、ズドラストビッチェ、これ発音覚えてくれますか。あ、無理ですロシア語のこんにちはっていうちょっと長めの単語なんですけど、はい、長いですね。こんにちはって言った方が短いもんね。そうなんですよねだいぶ経済的ではないんですけどズドラストビッチェって、まあいいです、はい、忘れてください。 OK です。はい寂しい。パパがかっこよく見える瞬間はということですが、父親の顔の広さに最近驚かされたことがあります、自分の父親は昔から謎の人脈を持っているんですが、そういうのもかっこよく見えなくもないと思いました。残念ながらロシア人とのつながりはないみたいですがはあ、それは残念ですけれどもね。心底残念そうじゃん。いや、でも、日本とロシアは一番近い国ですからね、地理的にね。はあ、こう、あの、フェリーとかでちょっとで行けますからね。まあ、そりゃそうですけど。いや、でも、顔が広い父親、うん、確かに、あ、そういえば、佐古さんも謎の人脈がありますよね。そうね。佐古さん人脈すごいよね。ね、なんか謎のバイトを紹介してくれたりしますからね。うん、じゃあ多分、もし佐古さんがお父さんになったら、そういうとこかっこいいなって、娘に思われますかね、うん。思ってもらえるといいけどね。もしひなちゃんを合法的に娘にしたとしたら、こう、うん、ねえ、パパかっこいいよって言ってくれますかね。なるかな。なんかそれ以前のマイナスポイントがでかい気がするんだよな。そうですかね。でもひなちゃんって割とさこさんにこう何のこうあの障壁もなく接してると思うんですよ、うん、まああの年齢の時だからだろうね。そうですかね。これからこうだんだん成長していってさ、思春期とか迎えたらさ、わかんないよ。あ、でも思春期になったらさこさんも興味なくなりますからね。いやでもそうなのかな。さこさんもそういうとこは成長しないのかな。どうなんですか。そう、成長するかもしれないですね。まあでもすでに年齢不詳だもんね。そうですね。なんかしないか同年代の人とすでにこう外見かけ離れてますし ね、うん、ね。いやいつ大学を卒業するのか不思議ですけれども、うん、はい、というわけでパパがかっこよく見える瞬間を紹介していきました、うん。いや、真島さんのお父さんがだいぶ退役軍人チックっていうのにびっくりしましたけれどもそれは孫を可愛がってるとこだけでしょ。そうですか。いつもこう接する機会がなかったけどみたいな。なかったっちゃなかったね、うん、あのお仕事はどんな感じだったんですか。お仕事はあの なんて言ったらいいんだろう、照明器具を扱う会社っていうのかな。あ、だから電球買いのがうまいんですかね。へえ、なるほど、うん、じゃあ日本中にこう光を届けてたわけですね。そんな大層なもんじゃないけどそうですか、うん、照明器具側だから、ね、蛍光灯とかを販売するとかだから。だから光を届けてるじゃないですかうーん、光を届けるのは電力会社の仕事だと思うまあそう、そういうことですかね。です。難しいですということでこのコーナーでは毎回テーマを設けて皆さんからパパあるあるを募集します。次回のテーマはこんなパパは嫌だです。たくさんのお便りお待ちしております。以上、あなたのパパを教えなさいでした。パパ聞きラジオ。このコーナーでは毎回パパの言うことを聞きなさいの最新情報を紹介していますが、今回はバンダイナムコゲームスの水俣プロデューサーをお迎えしてお送りします。
すいません、水俣さんよろしくお願いいたします。はい、バンダイナムコゲームスの水俣です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、水俣さんどういうお仕事をされているんでしょう。はい、僕の職業はプロデューサーになりますので、はい、プロデューサーの仕事なんですけれども、はい、ゲームの企画制作をメインにしつつ、まあ、ゲームのプロモーションの展開をフォローしたり しながらイベントなんかにも出演したりしてます。はい、はい、ちょうど去年の12月にジャンプフェスタでパパの言うことを聞きなさい、はい、うちの方の会社のブースでやらせていただいたんですが、はい、そこのステージでも、たくさんのファンの皆さんの前でゲームの魅力を紹介したりしました。はい、そうでしたね。はい、あの大きいスラちゃんのぬいぐるみ、ね、なんか産捨て山に行くみたいになんかこう背中に縛り付けて背負っていらっしゃいましたね。はい、いや、まあ、まさにその通りの絵面だったので僕は何とも言えないんですけれども、はい、応募していらしたんですよね。はい、ということをやっております。はい、はい、そんな水俣さんなんですけれども、今回お越しいただいたのは、はい、PSP 用ゲーム、ゲームでもパパの言うことを聞きなさいが4月26日に発売予定なんですよね。はい、4月26日発売予定になっています。はい、現在その発売日を守るために開発会社の皆さんと鋭意制作中です。あ、楽しみです。はい、ありがとうございます。このゲームなんですけど、はい、どういうゲームなんでしょう。はい、このゲームなんですけれども、アニメでいうところのですね、まあ、第3話あたり、ちょうどあの3姉妹がユータの家に転がり込んでくるというか、そういうところからゲームがスタートする形になっております。はい、はい、でここから1ヶ月間ですね、六条間を中心に3姉妹とパパとしてのユータというところでいろいろやっていくゲームになっております。はい、はい、ちょっと具体的な話をしますと、まあ原作のようにあの花村製菓でアルバイトをしたりですね。 ありますね。で、まあ、よしこおばさんがうちに来て、まあ、生活送っている生活に対して、ここがダメ、あれがダメっていうことを言われたりするゲームになっております。ちゃんと生活してないと怒られちゃう。怒られます。怒られるの嫌ですね。嫌ですね。はい、ゲームしながら怒られるの。まあそういう感じのゲームになっておりますので、はいはい、アルバイトをしたり、まあダメ出しされないような正しい生活を送るような形で、うん、ゆうたくんとなってプレイしてくださいという内容になっております。こうなんか3姉妹と生活していくんですよね。はい、そうです。こうなんかイベントみたいなのが起こったりするんですか。あります、あります。はい、もう3姉妹に密着している形になっていますので、はい、まあ、まず六条間に3姉妹がいるわけですね。この六条間っていうのがまた 3D で表現されていて、はい、そこにこう3姉妹がこうちょこちょこ動き回っているんですけれども、うん、そこで話しかけると、まあ、会話が起きますと。はい、でそれで普通の場合は通常の会話をまあこうポツポツと話すわけですが、特定の台所でありますとか、まあ、洗濯物を持っているとか、ほうきを持って掃除しているときに話しかけると、その3姉妹とですね、まあ、こう料理、洗濯、掃除みたいな感じのこうジャンルについて話をすることができますと。でこの料理、洗濯、掃除っていう家事の分類のものに関しては3姉妹にレベルがありまして、こう話していくとどんどんこう3姉妹が成長していくんですね。レベルアップみたいな形で、はい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 、でレベルアップすると会話の内容がこう次の難易度みたいなところに上がっていって、より高度な会話をしたりですとか、まあ、他の通常のストーリーシーンの一部がですね、こう、このキャラクターのレベルによって変わったりなどしてですね、娘が成長している様子が楽しめる内容になっております。たくさん話しかけて、たくさん成長させて頑張っていくわけですね。はぁ、い、3姉妹とどんどん会話していくんですよね。はい、こうゲームだと原作以上に3姉妹と仲良くなれちゃったりもするんですかね。それはもうもちろん原作以上に仲良くなることも可能となっておりますと。はい、ゲームのエンディングがマルチエンディングになっているんですけれども、はい、そのエンディングの中でゲームならではの結末というものをいろいろ用意しております。はい、でこの部分がですね、またあのちょっと原作と違うのが不安という方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、この部分は原作者の松智弘先生に書き下ろしていただいてますので、まあ、原作の雰囲気を壊さないようにオリジナル展開を楽しむことができるようになっております。また原作とは違ったイフ的な展開の物語が見られるってことですね。私たちもですね、ゲーム用に、うん、あのセリフを収録、ね、撮りましたよね。しましたね。ありがとうございました。
いや、佐古さん大活躍ですね。佐古さんね、なんか思ったより、うん、あのいいシーンがちゃんとあって、はい、そうなんですよね、目が びっくりしました。良い感じの、うん、そうですね、そう、ぜひね、あのアニメを見た方にもちゃんとゲームをやって、はい、佐古さんのいいところも確認していただきたい。ぜひ名誉回復を図っていただきたいと思います。なんで失ってんの、アニメだけど。なんでですかね。わからないです。失ってないと思います。失ってないですけどね。より一層ね、あの好きになっていただきたい、燃えキュンしていただきたいです。そうですね、はい、はい、佐古先輩はまあヒナのルートとかだとちょっと活躍する場もあったりしますので、まあどうしてもそうなっちゃいますよ。そうですね。まあぜひぜひ皆さんはお楽しみにしていただければと思います。はい。それで豪華限定版というのも発売になるということなんですよね。限定版ももちろん用意していてですね、はい、その名前も、まあ、パパと一緒におやすみなさいパックというところで名前が用意させていただいております。はい。でこのパパと一緒におやすみなさいパックというのはですね、はい、まあ、ユーザーゲームのユーザーっていうのが、まあ、つまりパパなんですけれども、はいはいはい、パパが家に帰ってきてから寝るまでのお供になるようなグッズというところでグッズを選定しております。はい、でお値段の方も、まあ、パパの言うことを聞きなさいなので税込み8800円でパパ価格というところでお送りさせていただきます。絡めてきますね、パパ。すごい、まあ、パパの言うことを聞きなさいですからね。すごいですね。はい、これあの箱の方が、はい、中島由香先生書き下ろしの限定、はい、あ特製ボックス、はい、今こちらには用意してるんですけど、はいはい、こんな感じのこう、はい、なんていうんですかね、三姉妹プラスライカさんが、うんうんうん、こう、なんとも言えないパジャマを着ているような。なんとも言えないパジャマですね。ちょっとセクシーな感じ、ね。そうですね。そうですね。気持ち皆さん上目遣いみたいな感じになっているので。そうですね。これパパ目線ってことなんですかね。パパ目線です。はい。パパと一緒に寝ましょうみたいなニュアンスのイラストになってます。ね、よく見ると左下に、あの、花村聖子のいちご大福があるんですね。そうなんですよ。ここのお菓子も、なんか、普通のお菓子だったんですけど、なんか、花村聖子の方がいいんじゃないっていうところで、中島先生の方から意見いただきまして。おいたんがもらってきてくれたんですね。そうなんですよ。おいたんが花村聖子からもらってきてくれて。いいですね。ああ、なるほど。ぜひ皆さんの目で確認していただきたいですね。はい。確認していただければと思います。なんかその他にも、はい、お風呂ポスターなるものが、はい、そうなんですね、はい、お風呂ポスターというね、あの、なんですかね、お風呂にペタッと貼れるようなちょっと防水性の高いポスターがあるんですけれども、はい、水に濡れても平気みたいな。そうです、そうです、そうです。でそのポスターが、3姉妹プラスライカさん分で4枚ついてきますと。おー、すごい。おー、4枚、これは豪華でございますよ。そうなんですよ。しかもその4枚がですね、連結して1枚の大きなイラストになるような感じになってるんですね。なるほど。一つでも楽しめるし、四枚つなげても楽しめると。じゃあこう四人全員とお風呂に入るのもいいですし。そうなんですよ。誰か一人と入るのも良いと。はい、はい、というところで好きなような使い方をしてお風呂に入っていただければと、そういうようなアイテムとなっております。なるほど。はい。でお風呂ポスターなのでイラストの方もちょっとユーザーサービス満点のようなものになっていますので、なるほど、皆さんご期待してください。これは期待大ですね。抜け目がありません。素晴らしい。ありがとうございます。あとピクチャードラマス DVD というのもある、はい、ということなんですけど、はい、そうですね、こちらはあのドラマ CD よりも、なんですかね、ゲーム内の映像を使って、はい、こう実際動くドラマ CD みたいな感じで DVD にまとめたものになっております。はい、でこちらのタイトルが魅惑のパジャマパーティー in 六条馬となっています。魅惑のパジャマパーティー、はい、まあ、まさにこの限定版のパッケージのイラストがそれを表しているんですけれども、はいはい、まあ、ここユータがいないんですけど、ユータが外に行っている時に、はいはいはい、ライカさんが六条馬に泊まりに来て、そこからユータを話題にしたガールズトークが始まるという内容のものになっています。もう前半こそこうユータに対してこう文句を言う4人なんですけれども、後半につれてこう内容がちょっとユータを褒めていく内容になっていって、デレデレになっていくというこう内容になっております。下げてあげる、なんという毒がありますね。毒はないです。毒じゃないです。なんだかんだでみんなユータのことが好きだってことなんですね。そうなんですね。いやー、素晴らしいですよ。これで寝るためのテンションが上がっちゃう、はい、上がってくるわけですね。わけなんですね。はい。で、こうテンションが上がったところで、はい、はい、クリアボードって言ってですね、はい、こうちょっと半透明なこうプラスチックのボードに、この限定版のパッケージの各キャラクターが書かれたカードがありまして、はい、これをこう枕の下に入れて、
こうキャラクターを夢枕に立たせようみたいな形のアイテムもありますし、ね、ありましたよね、見たい夢のなんか人の写真とかを枕の下に入れたりとか、あれができるんですね。そうです、そういうアイテムがありまして、それを入れて最後にこうひなの等身大のエアクッションと一緒に寝ましょうという形。それがすごい気になるんですけど、等身大のエアクッション。はい、等身大のエアクッションです。あのひなの身長の設定がですね、はいはい、90センチになってるんですけれども、で90センチのエアクッションがあって膨らませるとまさにひなの等身大になってくれるというものになってます。でこのひながですね、こう厳密に90センチになってて、足先から頭の上までが、あの髪の毛の立ってるとこは含めないでですよ、あそこまでが90センチってなってます。なのでエアクッション自体は90センチよりちょっと大きめになってるんですよね。はい、まさに等身大のサイズ。まさに等身大なんです。じゃあもうディテールにこだわる方も文句なしという、はいはい、まさにまんまひなっていう形ですね。これでもう満足して眠れますね、はい、そうです。これを抱えて一緒に寝ていただければ、翌朝もこうパッチリ目が覚めると、すごい、そういうアイテム群になっております。パパ気分満喫ですね。はい、おやすみなさいパックですか。そうですねっていうのが、初回限定版のアティテイムになっておりまして、はいはい、こちらあの数量が限定的なものになっておりますので、予約の方は忘れないようにご注意ください。欲しい方はぜひきちんと予約をして手に入れていただければと思います。はい、で、その他にですね、ゲームの方の、初回封入特典というところで、ゲームのパパの言うことを聞きなさい特製のカスタムテーマをダウンロードできるプロダクトコードでありますとか、ブシロードさんから出ていますトレーディングカードゲームビクトリースパークのですねプロモーションカードもついてきますと。こちらあの通常版限定版かかわらず、初回生産分には入ってきておりますというところです。なるほど。はい、でカスタムテーマの方はですねちょっと具体的なことがあまり言えないんですけれども、結構な数のカスタムテーマを用意していて、気分によってこういろいろ変えられるようにさせていただいております。いろんな自分の趣味とか気分が反映できるわけですね。僕ちょっとひなが好きだから今日はひなで行く。あ、なるほど、はい、気分高かったら面白いですねそうです、いつ見てもひなだっていう、意外とでもそういう人多い気もするけど。そうですね恐るべき3歳児ですね本当ですよもう、はい、というのがカスタムテーマになっておりまして、はい、はい、もう一点が、あの、ビクトリースパークのカードの方になってます。はいはい、こちらのイラストなんですけれども、ちょっとこれ、問題があるかもしれないんですけど、ミュウがですね、こう、キスシーンを行っているようなところのイラストを使わせていただいておりまして。ちょっといいんですかそんなことしちゃって。結構ギリギリかなと思いつつも、ゴーサインが出たんで OK かなっていうところで、なるほど、使っていただいております。はい、でも必見ですね。必見です、ね。これはもう絶対ゲームでしかできないイベントシーンになっておりますので。ね、もうこれ、はい、なんかみんな定期券入れとかに入れてね、出勤するんじゃないですかね、もうね。いや、胸が熱くなりますね。そうですね。はい、素晴らしい、はい、でこのキスシーンのイラストも、はい、ゲーム内のイベントのものですので、あ、このイベント一体どういう流れになったらこんなイベントになったんだろうっていうところも想像しながら、ゲームの方をお待ちいただければと思います。はい、はい、でこのカードのイラストの方はゲームのホームページで確認できるようになりますので、はい、ホームページの方をご覧ください。はい、で初回生産分についてくるアイテムもなくなり次第終了となってしまいますの で、 そうですね、こちらも通常版も予約を忘れないようにご注意ください。はい、はい、そしてですね、はい、あのここでなんと水俣さんからプレゼントをいただけると伺ったんですけれども、はい、そうなんですよ、はい、僕もただここに来るだけじゃちょっと申し訳がないので、はい、お気づき十分ですよ、そんな説明いっぱいしていただきました。ありがとうございます。もう十分です、ま、というところで今日ちょ説明させていただいた、はいはい、あの限定版の方ゲームのこちらをですねぜひ、この番組をお聞きの皆さんに1名様プレゼントさせていただきたいと思います。なんと素晴らしい、はい、じゃあ何かプレゼントのキーワードっていうのをなんか作りましょうかね。あ、そうですね、じゃあちょうどゲームの発売日っていうところで4月26日っていうのをキーワードにさせていただければと思います。キーワードは4月26日、はい、了解でございます。ありがとうございました。それではこのゲームが欲しいということは、この番組宛てにメールで応募してください。メールの件名にゲームプレゼントと書いて本文にキーワードの4月26日、そしてゲームが欲しいという思いを熱く書いてくださいませね。このこれ重要ですからね。重要ですね。はい、これがパパになりたいんじゃと。そうなんです、これこそがパパだということをですね、うん、熱く語ってください、はい、そして応募締め切りは
次回更新の2月23日までとします。たくさんのご応募お待ちしております。はい、どうもありがとうございました、こちらこそありがとうございました。はい、ゲームでもパパの言うことを聞きなさいは4月26日発売予定です。皆さんぜひ予約してくださいね。よろしくお願いします。はい、初めまして、バンダイナムコゲームスの水俣プロデューサーにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、パパキキ掲示板でした。パパキキラジオ。お送りしてきましたパパキキラジオ。堀江由衣さんが歌うパパの言うことを聞きなさいエンディング主題歌カラーリングをお聞きいただきながらエンディングです。番組ではお便りを募集しております。あなたのパパを教えなさい、ではパパあるあるを教えてください。次回のテーマはこんなパパは嫌だです。こちらのメールは早めにいただけると助かります。その他番組の感想、私への質問など普通ともお待ちしております。そして先ほどありました、ゲームでもパパの言うことを聞きなさい限定版プレゼント、こちらですね、メールの件名にゲームプレゼントと書いて、本文にキーワードの4月26日というキーワードを書いて、ゲームが欲しいという思いを書いていただきまして応募お願いいたします。メールアドレスはパパキキアットマーク響きハイフンラジオドット JP、 パパキキアットマーク響きハイフンラジオドット JP、 パパキキの綴りは PAPAKIKI です。お便りはメールフォームからも送ることができます。そしてこの番組ではツイッターでもお便りを募集しております。シャープパパキキアンダーバーラジオというハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいてください。ラジオネームを書くのもお忘れなく。たくさんのお便りお待ちしております。というわけで田島さん、はい、どうもありがとうございました。どうもこちらこそありがとうございました。あんまりこう喋ったことがなくって、そうですね、緊張していたんですけど、現場でも隣に座ったこともないですね。本当にですね、もう僕現場ではね、おとなしくしていいよと思って。え、そうなんですか。いつもおとなしくないんですか。そうそう、いつもは、そうですね、まあいつももうおとなしいんですけど、はい、よりおとなしくちょっとキャラの個性が強いので、あ、なるほど、今回ちょっとよりおとなしくしようかな。なるほど、もうスマートな感じに決めていたんですね。さっと仕事して、さっと帰ろうと。あ、そうもうちょっと行ってくださってもいや、でも今日はたくさんお話ができてよかったです。はい、なんとですね、真島さんには来週も来ていただきます。はい、お邪魔します。というわけでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではお別れの時間です。ここまでのお相手は坂梨空役の上坂すみれと、今回のゲストは佐古俊太郎役の真島純二でした。ありがとうございました。ありがとうございました。来週も私の言うこと